全国からファンが集まる東京都池袋のサンシャイン水族館。こちらの水槽の主役はウニです。富山県氷見市で進むユニークな取り組みが紹介されています。年間の来館者数はおよそ150万人。国内屈指の人気を誇るサンシャイン水族館、注目されていたのが今月の SDGs 週間に合わせて展示されている水槽。その中にあるのは氷見市から運ばれた、食べてた、これ食べてるのか刺さってるように見える、可愛い。でも展示されているのは特産のブリやカニではなくウニとトマトです。やっぱり駆除しても次から次とやってくるので、やっぱり磯焼けはすごく磯焼けを対策することはすごく難しいことだと思っているので。展示されているのは高級食材ではなく厄介者のムラサキウニ。このウニが大量に発生することで魚の住処となる藻場を食べ尽くし、漁業にも影響が出る磯焼けが世界中で問題となっています。この磯焼けウニを採取して商品化しようと栽培に挑戦しているのが氷見高校の生徒たちです。氷見高校海洋科学科で磯焼け問題を研究する生徒たち、捕獲と栽培は去年の4月に始まりました。ウニの採取は週に1度、生徒9人でおよそ1時間かけて行います。1時間だけでも採取した数はなんと200匹。今日は、少ない方だった。このウニを栽培するため餌にしているのが小松菜やトマト。すべて規格外の廃棄予定となっていた野菜で地元の農家から譲り受けました。餌や味の違いによる成長速度を確認しながら商品化を目指して研究が続いています。磯焼けウニの商品化へ、この日は高岡市のレストランでプロの料理人による栽培したウニの試食が行われました。甘い、トマト甘い。デザートとかそんなんでも使えそうな気がするし、ソースにしてもなんかその磯臭さっていうのが結構抜けてる部分があるから、そういうのも面白いかな。料理人も納得の味ただ身入りの量にはまだ改善の余地があり、安定した出荷量を維持できるかも今後の課題。商品化へはもうあと一歩です。餌は毎日やってる感じ。氷見高校のプロジェクトは磯焼けを減らすだけではなく、新たな水産資源として効果的な活用方法であると県の内外から注目されています。地域一体でこういったその課題解決ですね、大きな課題の解決に取り組もうとされているという姿勢が非常に素晴らしいなと感銘を受けましたので、ぜひ水族館の方で展示させていただきたいなということでお願いをさせていただきました。サンシャイン水族館でウニの生態や磯焼けについて紹介するイベントが始まると、子どもから大人まで大勢の人が集まりました。高校生の子ですよね、がそれを自発的にやってるっていうのはすごいなっていう、素晴らしいなって思いますね。富山の海だけじゃなくて全国の海で同じような問題が発生していると思うので、そういうところで役立つような今みたいな取り組みをどんどんやっていってほしいなと。質問とかもたくさんしてくれてて、なんか興味持ってくれてる人がたくさんいることが嬉しかったです。商品化するためにたくさん工夫して全国の人に広まってもらえればいいかなと思ってます。
若い世代の方が率先をして、自分ごとと捉えてアクションを起こしていくって非常に素晴らしいと思いますし、経済として地域 の、 まあ、ビジネスというかそういったところに乗るっていうことが立証されれば、駆除に対する意識だったりとか、関係人口だったりとかどんどん増えていくんじゃないかなというところがあるので、非常にこれから期待できる、取り組みなんだというふうには私は思ってますので、これからも応援させていただきたいと思っています。海と日本。